黒柳明は日本の政治家。参議院議員、公明党参議院議員団長、公明党副委員長、新進党参議院議員代表、公明党常任顧問などを歴任した。東京都出身、東京都立新宿高等学校を経て、早稲田大学英文化卒業、政教新聞編集局長や塩出版社の編集主官を歴任。百六十五年の 第7回参議院議員通常選挙に全国区から公明党公認で立候補し、初当選。1971年の第9回参議院議員通常選挙からは、東京地方区で立候補し、当選を重ねる。1992年、公明党副委員長に就任。1994年12月10日、新進党の結成に参加し、 新進党参議院議員代表に就任。1995年、第17回参議院議員通常選挙には立候補せず、第41回衆議院議員総選挙に立候補することを表明する。1996年7月18日、第41回衆議院議員総選挙に、東京15区から新進党公認で立候補し、落選。 1996年10月20日、政界を引退。参与として、総価学会に復帰。現在は、機関紙、大白連盟に掲載される、解雇記事でたびたび名前を見ることができる。2010年1月24日、公明党中央幹事会顧問に就任。ありがとうございます。